はい、どうも、カバン長です。じゃあ今日もね、埼玉川口、久しぶりにね、今日ね、ワディご本人がね、降臨されましたよ。これさ、まあ、この後ね、まあ、詳しく一応順番にこう見ていきますけど、これ、どう考えても、これ、トンズラですよね。ね、私担当、管轄外なんで、って。いや、そんな風にしか受け取れないんですけどね。まあ、なんかこのね、日本クルド友好議連ですよね、このワディはね。日本クルド友好議連はイラク北部のクルディスタン地域政府議会との交流が目的。川口、埼玉のね、川口、あとワラビ、トルコ国籍のクルド人が中心なので、管轄外なんで、うり知らねえっていう、そういうふうに言ってます。そう来るか。相変わらず日本人に冷てんだな。完全にって、これはもうね、言い方悪いですけど、てめえの方針と財布の中身にしか興味がないって言ってるのと一緒でしょ？違いますかね？それはちょっと乱暴すぎます？一応なんか、このポストされてるんで、なかなかの長文をね、まあ、ちょっと順番にね、見ていっちゃいますか。しゃあないなぁ。昨日川口わらびの住民の会の方々が訪れお会いしたと。まあなんかめんどくさそうだね。あ、違いますよ。川口わらびの方が、ね、この、まあ、間違いなく窮状を訴えて、っていうことでしょ？ね。その動きがめんどくさいんじゃないですよね。このワディがめんどくさがってそうだなっていう、そういう絵が浮かんだっていう、そういう話ですからね。ね。この自警団の話も、まあ、これはちょっと後で見るかな。後っていうか、もう一個のね、デイリーの方で見ましょうかね。で、まあ、話戻りますが、警察庁に要請し、埼玉県警が行っている巡回、摘発強化について住民としての実感の報告を受けましたと。苦情を言いに来たっていうのが、本当のところだったりしてな。で、性的暴行容疑事件は、トラブルを起こすものとして、地域で、警察に通報していた者が起こしていて、抑止できなかったことの、じくじたる思いが述べられたと。外国人犯罪の撲滅のため行動してきた私も同じ思いであることを伝えたと。同じなの？え、外国人犯罪の撲滅のため行動してたんだって、ワディは。へぇ、国会議員として国全体としての治安強化と外国人犯罪撲滅に注力することをお約束したと。約束までしたんだって。へえ、約束は守んなきゃダメだよな。で、住民の方々からは、地域の市議が、動かない。市議が動かない。市議が動かない。市長じゃないの。あ、まあ、市議もあれでしたね。なんか飲み食いしてね、ウェーイとかってやってる奴らもたくさんいましたよね。一部の方が本当、ね、ごくごく一部の方だけですもんね。などの意見があったが、地域の犯罪撲滅は、市議や県議に動いてもらうことが重要であり、さらに働きかけるようお伝えしたと。なお、住民の方々からは、日本クルド友好議連として、川口やわらべに関与できるのかについても質問があったと。関与しても無駄じゃないの？逆効果じゃん。むしろ。で、議連はイラク北部のクルディスタン地域政府議会との交流が目的であり、議連として対策に乗り出せるか調査したところ、川口わらびのクルド人の中には、イラクのクルディスタン地域からの在留者はおらず、トルコ国籍のクルド人が中心のため、議連の管轄外となるが、まあ、外国人犯罪やトラブルの撲滅は当然のことであり、国会議員として国全体としての治安強化と外国人犯罪撲滅に注力することをお約束したと。大丈夫？そんな約束しちゃって。また昨年行った入管法改正で不法滞在狙いの難民申請は3回目でアウトになり、国外退去となること。不法滞在狙いの入国自体を防ぐ ESTA 導入の確約を入管庁から得ていることをお伝えしたと。なお、議連は結成当初からイラク北部のクルディスタン地域政府議会との交流が目的であり、トルコ国籍のクルド人にも対応する議連と、誤認識されているため、実態に特殊日本クルディスタン地域、イラク友好議連、
へ解消する方向を提起する予定ですと一緒にされたら困ると。で、括弧クルディスタン地域政府、閣僚等の来日時は日本政府が公式に会談してきたっていうふうにね、書いてあるんですけどね、これ聞いてどう思います？あなたは。まあ、なんか外国人犯罪撲滅のため行動してきたんだ、ね、俺はちゃんと仕事してるししてきたんだっていうふうに言ってましたけども、ここで言う外国人って、ね、どこの国地域の、ね、どの人たちのこと言ってるのかな。まあ、なんだろう、一言で言うと、あ、逃げたんだなっていう、そういうことですよね。ね、え、だって簡単にもう本当1行2行にまとめるとさ、ね、あの例の、ね、悲惨な事件の話にちょこっと触れてましたよね。ね、事件が起きたのは残念、私が所属するグループは今回事件を起こした人たちとは関係ないし、他の機関に仕事投げたんで、よろしく、そういうことですよね。要はね、簡単に言うとね、ね、こんなもんですよ、はあ、だって逆にあの、ね、クルド人たちがね、ね、あいつらの方が、被害者ずれで日本人から、ね、暴行や差別を、ね、受けないように、川口市でね、警察がパトロールしていることを誇ってドヤ顔で、ね、このポストしてますからね、だからもう完全に履き違えてるし舐められてるんですよね、ね、僕はもう最初から、ね、この件に限らずずっと言ってますけども、そもそも異文化交流っていう文字通りの異文化交流じゃないし、ね、100分ってそうだったとしても僕はもう反対です、ね、全部ごちゃ混ぜにして、はい 1,2 っていうのは違いますね。やっぱりこのなんか全く異なるこの文化圏からの、ね、人間同士がこの交わる、まあ、そういう生活圏、まあ、安全を、ね、日本の警察が、なんだ、対応する、もうどう考えても無理なんですよ、まあ、警察だけじゃないですけども、ねね、だって立法行政司法全部、ね、我々日本人は別になんか、まあ、舐められてるっていうか、ね、思い切った、ね、極端な構造とかって、まあ、それでも我慢の限界ありますけど、ね、取らねえもんだから後回しにされてるわけですよね、だからもうすでに限界なんですよ。まともに機能してないじゃん。だって日本社会において日本人の安心とか安全を守るために守れてないんだからさ。だからこの交わらない生活圏っていうかな、この距離感、ね、我々日本人には必要なんですよ、ね、あいつらにとっては都合がいいから、ね、どん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 次から次へと乗り込んでくるけど、それ断んないとダメなんですよ。だからそれが例えばこの国境とかですよね、もう意味もなくあるわけじゃなくて、あれ絶対必要なんですよ。違うもんは違うんだし、無理なもんは無理なんですよ。だからやっぱりこの移民難民政策はね、もう即廃止です、ね、日本においてはもう即廃止しないとダメですね。だいたいさ、3回目でとかって言ってましたけど、難民ね、ご存知だと思いますけど、難民申請1回申請するとどんだけ時間と金かかるか知ってますよね。4年かかるんですよ、4年間。でその間支払われる給付金っていくらだか、この間もちょこっと言いましたけど、月最大で10万ですよ、ね、じゃあ4年間でもう500万とかっていう金額になってくるんですよ。それを3回ですよ、1500万とかっていう金額になるわけですよね。そんな金なんで我々日本人が、ね、納税して負担してやんなきゃいけないの、全然十分おかしいんだけど。これでもで、しかも申請中、ね、就業不可なのに車持ってて、ね、無免許運転している、ね、でなんかこの自称解体業とかで、ね、違法操業、不法滞在、不法、ね、不法就労でしょ、でこの納税は当然しないし、何してくれてんのって。3回だから政府じゃねえんだよ、不法滞在だっつってんのに。だからもう難民申請ね、もうこんなもん受け付けたらダメなんですよ、そもそもが。ね、最低でももう観光ビザで入国して、ね、期限切れたからじゃあ難民申請。この流れからしてもおかしいんだから、3回もなんもないんだよね。一発アウトじゃなきゃおかしいんでしょ。
この辺ももうまるっと変えてもらわないとダメだよね。うん。っていう話をさ、そもそも国会議員がなんで死ねえんだよ。結局、ワディが言ってたことって言い訳しか書いてないじゃん。ね、頑張ったし頑張ってるんだけども、ね、できませんでした的な感じだよな。うん。まあ結局彼だけじゃないですけど、ね、今のなんかもうポンコツ議員どもにはもうどうすることもできねえし、する気もないんだよ、結局は。うん。だから当然やっぱり自警団、ね、組織で立ち上がる。ね、そういう人たちがもう出てくるしかないよね。うん。ということでね、こっちではとりあえず一旦終わりにしましょうかね。今回は以上です。